しようと思って。久しぶりに一人の配信。まあ確かにそうなのかな。前髪がさペタペタなんだよね。みなちゃんが使ってる醤油って卵かけご飯した。醤油がうまいからな。みんなは何してたの？私はココアを買ってきたからココアを飲む。ココアのこの底に溜まったやつがさ、全然ここだけなんかちょっとだけ取れたけど全然取れないんだよね。あ、え、来た来た、半分半分来た、半分ほら。でもなんか泡だよ、女言ったらもう。あ、来た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 、全部なかった。でも泡だ、すごい、もう泡すっごい泡だけど大丈夫かな。こんな泡の子か飲んだことないけど。確かに、でもよく振ってお飲みくださいと書いてるからね。いただき。すごい吸い付くから唇が。てんてこちゃん、キャンディーありがとうございます。そうじゃ、ラジオは聞きました？ちゃんと皆さん。体調良すぎて飲み会こだわって帰宅しました。めちゃくちゃ寝てください。めちゃくちゃ寝といてください。やばいやばい。唇持ってかれる、これ。これめちゃくちゃ唇持ってかれる。ちょっと、あ、そうだ、 X に載せないとね、配信してます。お昼は載せてないからね。ロケ近々あるっぽい。そうなんです、実はロケが近々ありまして。1398日目ですね。え、 1398? あと2日であれじゃない？え、 1398? 本当にあと2日で1400なの？え、やば、あげーあげーじゃないけど全然。2日後ってでも公演だよね。私しかも2回公演だよね。何もできないね。なんかなんとか配信みたいなしようと思ったけどさ、なんなら正直さ、こういうのが被ってなかったらさ、リナなんだっけ、あの、そう、リナのオリジナル公演をさ、この前言ってたじゃん。だからさ、それしようかなと思ったの。無理じゃん、2回公演の後にカラオケ配信は無理。死にます。え、てかさ、私さ、今発表されてるさ、私が出る公演でさ、300行く？あ、300？ なんだ、300だっけ。そう、あの、私最近その喉がさ、やっぱこう、後遺症ではないんだけど、なんかそのさ、やっぱ風邪とかの後ちょっとさ、やっぱ喉が弱っちいじゃん。だからそのちょっと歌うだけでさ、あの、喉の潤いが消えてさ、そのカッカッってなるんだよ、喉が。だから2回公演喉心配なんだよ、カッってなりそう。300はまだ、私あと何回で300なの？10、あと10何回、20回ぐらい公演。今何回目だっけ、公演が。
パンダ多分あれだよね、私のあれが載せてくれてるよね。クリーマリの応援アカウント、あったあったあった、この応援アカウントがね載せてくれてるから、毎回公演のたびにありがてえな。そのおかげで分かんのよ何回目かが。1000回はなどうなんだろう、1000回そもそもあって今さアンダーがさ片方の公演出れない状態じゃん人数的に。だからさ今281か、今が今 81?82、3 とか1とか、あ違う、この花さんのやつで83だから83、 OKOK、 あと17年。だから片方のさアンダーに出れないとやっぱね、言い方めっちゃ言い方は悪いけど、あの数が稼げない言い方はめっちゃ嫌な言い方するとね、いっぱい出れないっていう言い方をせずにちょっと嫌な言い方をすると数が稼げないのよ。ってなってくるとさ年100であと7年でしょ、やばない？コロナがやっぱあったからさ、5期生入ってから割とすぐに、だから公演がそもそもできなかったのと、あとノーパラが私半分しか多分出てないから、そうだからまあ前半活動期間5年ってか6年目にして多分少ないんだよね公演回数。まあそうね、現実的か現実的じゃないか言うと、まあまあまあ現実的ではないですけど年齢でもあるし。クイナさんならあと10年は HKT 現役上ですね。あのさ、それ言ってくれるのは嬉しいんだけど、じゃあ10年間あと私の面倒を見てくれますちゃんとあのね、無責任なのよ、みんな何歳までいてくださいって言うくせにみんなの面倒見ないじゃん、どうせすぐ教えんしていくんでしょ、そんなやつに言う資格はねえ。10年間絶対リナしか押しませんみたいな人しか言っちゃダメ、何年間いてくださいは、その年月ずっと私のことを好きでずっと私の応援をしてくれる人じゃないとそれは言っちゃダメです、わかる？無責任だよさあ見るよって言ってる人の何人が残ってるのか私が卒業する時まで。面倒見られる側に、そうだよ、みんな10年は押せますそうだよ、みんな言うだけ言ってどっか行くとかなしだからね、それずるいよ。ネイル変えなきゃ本当に。今回のネイルどうしようかな、バレンタイン。ピンク、ピンクかな。成仏が先か、りなちゃんがアイドル成仏の先。なんでみんな元気に元気でいようよ。そんな。グッチーさん、キャンディーありがとうございます。お葬式に来てね。わかんない、ちょっとあれかも、キャスティング代がかかるかも、その式に行ってあげるのに。グッチさん大好き、ありがとうございます。 NMB 劇場で100年先でおめでとう。そうだな、今な公演何公演やってるの、特別公演的なやつ
もリナのファンの人そんなさ年取ってなくない？言うほどなんかそんなさ、なんかみんな成仏成仏って言ってなんかさ、みんな70代とか80代とかなんかあれな感じするけど、そうでもなくない？言うほどじゃん、みんななんか30、40、50ぐらいじゃん、そんなだよ。僕の青春公園、うん、そういう特別系のなんかごちゃ混ぜやってんだ。農家、あ、農家なんか聞いたな、なんかで、何で聞いたんだっけ、この前のコンサートの、なんかなかったっけ、その中に、あれか、つぼみだ、つぼみでなんかやってた気がする。やべ、コンタクトがずれる、めっちゃ。よくちゃん、初めての時は大学生だった、大人になったんだね。一緒に成長していこうじゃないか。39だけど、あんまり長生きしなくていいと思ったら楽しければ。でも分かんないよ、これからずっと楽しいことが続くかもしれないよ。そしたら長生きになっちゃうよ、必然的に。かゆいかゆい。みんな頑張って楽しく生きようぜ、なちゃんと一緒に。みんなはいつか卒業したみんなのアイドルだよ、心の中で生き続けるんだから。10年後も姉ちゃん楽しかったと引かない、引かない、なんかむしろ家族みたいになりそう。事情が進行中で12日の2回公演参戦の込み気がしない。あら、あらあらあら、周りに仲間がいっぱいいるうちに全然見せる。え、でも見送るの嫌だ、わかるかも。私ちっちゃい時からずっと思ってたもん。ちっちゃい時っていうか、なんかちっちゃい時って言うとなんかあれだけど、あのいろいろ物事を考え出すようになってからめっちゃそれずっと思ってて、友達っていうより私その自分の親とか、おじいちゃんおばあちゃんとかがこういなくなるっていう想像ができなすぎて、私の方が先がいいってずっと思ってた。私はダメって言われました。さすがにダメって言われた。この前聞いてラブクロも売ってるとこ行った、月だけ売れ切れ、マジ欲しかった。心の中で、それでみんなの心の中で生き続けるんだから。予約不幸、いやまあそうなんだけどさ、でもやっぱさなんか嫌じゃない、え、想像できないんだよ本当に。ねえ君はもう友達じゃない、友達より大事な人、心と心で話す魔法、そう目を見ればわかる。心の中で生き続ける、え、なんで、別に亡くなりにならなくてもみんなの心の中に生き続けるよりな。黒いやつ、黒いやつってなんだ。そばにいてね、マイフレンド。昼配信のジェンがすごいね、もう私に関しては半分不正だけどね、もう手いっぱい使ってるから。ココアのソロ、あ、正解。何歳まで
何歳だろうね。別に何歳とか今ないかな正直。だってこの先何どんな楽しいことがあるか分かんないし、まあ悲しいことはもちろんあると思いますよ。だって私はネガティブなんで、基本的に普通の人の悲しいがもうどん底ぐらいの気持ちに感じちゃうぐらいネガティブなんで、ですけど、でも逆に言うと今後もしかしたら私の中でもすごく幸せなハッピーな出来事がもしかしたらどんどん起こるかもしれないから、だから別に何歳までとかないかな。いぶきジェンガ強かった。いぶきジェンガしてないよ、うのだよ。うのから参戦だったよ。なちゃんのよりちゃんの言葉が良かった。何言ったっけな、愛ある言葉しか言ってない気がするわ。パートさんからスマホしまってくださいかわいそう。でも仕事中はダメだよみんな。今のところ推しの卒業が一番怖い。まあでもアイドルですからね、だから悔いないように頑張ってね、楽しむしかないんだよ。頑張ると間違うと思うけど、悔いないように楽しくね。ちいかわ再販買ってきた。お、さすが。でもなんかみんなでゲームしながら配信も楽しいなって思った。なかなかそんなのができ、家じゃさ、家だとそのなんてそういうゲームじゃなくてさ、テレビゲームとかになっちゃうからさ。うちの推しも卒業近そうだった。まあもう誰しも来ますから卒業はね、どうしても仕方ないよ。だからほんとそれまで楽しく押すしかないんだよ。みんな楽しんで行こうぜ。でも23歳ですけど頑張ろうと思ってますから、できる限りはね。あ、そこココアのストローもうほぼない。一番辛い坂道、頑張り時だ、さ自転車こぐんだ、重くなるペダルの上に体重かけて、さ立ちこぎするんだ、諦めるな。栗山アリーナ配信栗山アリーナ公演に今が一番も入れとこうかな。今が一番。今が一覧になりそう。危ない、間違えた。一覧じゃないよ。アンコールの2曲目に今が一番とかにしようかな。今日なるちゃんに会いに行けなかったです。え、今福岡に本当にいるの、なるちゃん。福岡にいるのかな。会いたい。福岡にいるの？ねえ、なるちゃんに会いたいな。公演外の曲を聴くとコンサートを期待してしまいます。コンサートでやる曲は絶対歌わないよ。え、本当にいるの？夏みかんさんの連絡先。夏みかんさん、なんで夏みかんさん一緒だったんだっけ。知ってるっちゃ知ってるよ。なるちゃんに会いたい。なるちゃんに会えないよ。今どちらいらっしゃるんでしょうかって。
ちらに今夜お泊まりで、今すぐ迎えに参ります。コンサートの応募、あ、皆さんコンサートぜひ応募してください。来てください、ぜひ。なゆちゃんのお話し会の件かって、え、マジで行きたいんだよな、お話し会変えないのかな、変えるかな、オンラインとか。え、お話し会、え、でも、え、現地あるの？福岡ないです、絶対現地。えいかさん大好き、ありがとうございます。昼公演がドラさん5期6期ピックアップらしいね。あ、それもう出てたんだ。そうです、お昼公演はなんか若手を中心としたコンサートに今回はしてくださるらしく、ぜひ皆さん来てください。4月かな、確か。まあ、その正直どこまで どのレベルでピックアップとかも分かんないですけど、でもまあそうだね、簡単に言うと F24 みたいな感じなんじゃないかなっていう感じです。でもすごく楽しみというか、やっぱ今のうちらどのくらいできるのかなっていうのも見せたいなと思ってますので、ぜひ特にお昼は来てください。カメコさんでも来てください。そうね、ユエルさんが一番先輩かな、ユエルさん筆頭に。全メンバーにセンターするパターンどうなんだろう、でもそういうのがあったら嬉しいよね。テイチュアさん大好き、ありがとうございます。ね、そういうのがあったらすごく私は嬉しいなと思う。ただどうなんだろう、その辺は本当にまだ完全にどうなのかっていうのはさすがにちょっと私たちにも分かりかねない、全部が全部まだ詳細を私たちも知ってるわけではないので。今やってるのは普通にみくりんさんの卒コンがある日の昼夜ですのリハーサルをしました。ぐらいですかね。それとかだから全く分かんないよって本当に分かんないの、全く何も分かんないです。ただそういうピックアップっていうことはうちらも知ってます。ぜひ皆さんいっぱい来てくれると嬉しいなと思います。本当に本当に本当に人がいっぱい来てくれるととても嬉しい。だってもしかしたらリナのセンター曲とかあるかもしれないんだよわかんないけど、正直ガチでわかんないけど、でもリナのセンター曲とかもあるかもしれないし、今までやったことない分野の曲とかも挑戦させてもらえるかもしれないから、金が限られて、お話し会と声どちらがおすすめですか。マジ人によるって感じだなどうなんだろう、別にこっち側としてはどっちに来てくれても嬉しいなっていうのはあるよにおわせだから本当にわかんないなって、瀬戸りすら知らないんだから瀬戸りとか知らないけど、
もしかしたらやっぱこう若手だけのコンサートだったらみんなにもチャンスはあるのかなと思ってるよ。その本当にどのレベルでピックアップとかも分かんないし、そう本当にマジで分かんないけど、ただ出番は増えると思うし、もしかしたらこう何もチャンスがあるのかもしれないなと思って。ダブルセンターやる、ダブルセンター嫌だよ、一人センターさせてよ。なんでダブルで前提なんだよ。ダブルセンターやるの誰と、誰だろうね。でも私とペアっぽい人いないでしょ、言うて5期生でも大体イブクル、アイリリの、ヒジリイオリでリナだもん。大体ペア作るってなったら今その曲とかで基本なんかそんなイメージある。5期生私大体裏線にいる。もしセンターさんで何言うだろう、私永遠プレッシャーがいいな。私しないで大体。あれやりたいとファンミーティングやりたいな。いいですか。ウェブ作ってさばこう、ここまで来たらご機嫌に。アボカドだったら私はひじりとしたいかな。だけど私なんかダメ、可愛くないし、パリの女の子に負けてる、悔しいよな。でも私は挑戦するってなったらやっぱ歌とかなのかな。ダンスはまあちょこちょこなんかよう分からんけどダンス難しい曲に入れられてたりはするので、多分その頑張ってほしいっていう意味で。給料見捨てないで、どういうこと、すぐ見捨てないでとか言わないで、別に嫌いとか言ってないじゃん。でも私いつも思うんですけど、センターできるならあのソロの歌割りが欲しいなと思ってて、私公演でも基本的にソロないし、そうあんまりこうなんていうの、一人で歌うことっていうのがあんまりないんですよね。コンサートとかもその例えばその後ろで山台とかで踊ってる時じゃない時、その普通になんていうの、メンバー選抜メンバーじゃないけどそこで踊らせてもらう時もあのソロで歌うとこがなくて、基本的には誰かと一緒にしか歌ってないの。せっかくこの前さ「バグっていいじゃん」言った時はその「バグっていいじゃん」とかさ、その「生きるってのは疲れる」があったじゃん。なんかああいうそのソロ曲は別にいいのよ。そんな私傲慢じゃない、ソロ曲はいいいいっていうか申し訳ない。そうだけどこうその曲の中のソロで歌うとこが欲しいなと思って、だからソロで歌ってみたいなって思った。ないじゃん、ここでなんて絶対ないじゃん、ソロなんてジッパーぐらいじゃん、あってもジッパーとかさ、そのなんていうのユニット曲ぐらいじゃん。じゃあお昼コンサートはヨッピさんに頼んで、長い光の1曲目、長い光から始まってリナが歌い出しようかな。怒られる。なんでグリヤマなんだよ。最高会の写真っぽい。でもあれはあれじゃん、歌わりっていうかセリフじゃん、歌わりちゃ歌わりだけど。初めてセンターした楽曲、私 HKT 入って初めてセンターした楽曲はそれこそ4年前ぐらいのFM 大分さんのハッピークリスマスのやつのイベントの時にフォーチュンクッキーでセンターやったぐらいじゃないかな、だった気がする。それ以外センターしたことないと思う。
あ、それ以外センターしたことないっていうか、それが初めてのセンターだと思う。それ以外とないんじゃないかな。別に5期生でやる楽曲の時センターとか絶対なかったし、うん、アクセルやってほしいって、アクセルがさせてもらえるわけないじゃん。私が大丈夫、もう絶対怒られちゃうよ。やばい、最近食べ過ぎだねマジで。ちょっと戻ってきたね輪郭が。でここがついてきた、ここが。野菜食べよう、野菜。なんかね、大分で前凱旋公演あったとはいえ特に何もなんかできなかった。本当に曲もなかったし、まああの時は、ね、私も何もできなかったから。今メルコさん大好き、ありがとうございます。だからまあそれはあるけど、正直でも何もできなかったから、なんか大分でねまたコンサートね、九州ツアーとかやりたいですけどね。口動かして歌えば愛しさのアクセルをもっと踏み込んでよ、思い出を振り切るスピードで。ガッカンでしょ、だからあんま口動かすとね泡がガクガクなって痛いのよ。ここがコリコリなのよ、ここが、ここがデッドボディか。夢へのデッドボディどこに捨てた。うん、ライブハウスツアー、あーでも楽しそうだね。なんかセンターポジって実際緊張度上がりますか。うん、上がるね。でもなんか、でも私の場合はなんか、まあ、確かに緊張もしたし、なんかどうしよう振り間違えたらと思ったけど、でもやっぱバグってとかでセンター決まった時はなんだろうね、やっぱファンの人泣くかなって思いながら踊りました。最初は嬉しいだろうなって、喜んでくれるだろうなって思いながら踊りました。でも思ったよりこう歓声をしっかり聞けなかったのが悔しかった。そもそも世の中何が正しい、わからなくなった。 Yes No あのツアーの置いた声ロビーの悔いの話。いやそうなんで、でもさやっぱあの時まだその入ったばっかで、いろいろこうスタッフさんにこうこれできますかとかも聞けなかったし、どこまでできるかとか分かんなかったからさ、今だったら多分そのお花の写真撮らせてくださいとか言えるんだけどさ、やっぱその時まだ何も分かんないしできなかったから、そんなのもできるって感じだったんだ。でもなんかファンの方からお花もらうのっていいよね、コンサートの時とか。もういっぱい欲しいもんマイコンサート会場リナのフラスト立ててよ、細いのでいいから、もう鼻一本とかでいいからさひょうじろうさん大好き、ありがとうございますね。みんな前会場立てたよりなのフラスタ、鼻一本で大丈夫。なんかその札だけちゃんと栗山里奈様へって書いてくれたら全然大丈夫だから、頼む頼む。でもね、フラスタ立つなんてなかなかだよね、本当ありがたい。コチョウラン
コチョーラン高ない？コチョーランってめっちゃ高いイメージあるんだけど、札だけめっちゃ凝ってもらえれば全然大丈夫だから、みんなも満足だからそれで。でも今さ喉がちょっとさ、やっぱどうしてもさ病み上がりの喉だからさ、ちょっと歌うだけでマジでそのダメなのよ。乾燥してそのカーカーってなっちゃうから歌いづらくて仕方ない。あとそのさ鼻詰まるからさ、やっぱどうしてもそのそれでこう鼻声みたいになっちゃうっていうか、あんま喉がすっきり歌えないにも困ってる。最後最後までいい人でいたいだな、なんて優しいふりしてる自分を軽蔑しようか。怪しい社長さんがメンバーが出身地で活躍できる環境を整えたいって言ってる。なんて優しいの。名前出てるんだっけ嬉しい、頑張る。みんな今年も多い楽しいこと頑張る。いっぱい歌の仕事したい本当に。あ、そのさ吸入器だっけ、それ一回やったよ。あのさ喉悪くてさ病院行った時、ちょっと前にすごいもうここビシャビシャになったけどね、これこうやってやって水蒸気出てるからもうビシャビシャだった。見てもさ名前出てるのね。歌ってると瀬戸里の曲歌いそう。歌わない歌わない、私はさすがにそれは歌わない。りょうさんありがとう、頑張るりな、一緒に頑張ろう一緒に頑張ろうとか言って社長に向かって。私でも今までその尾藤さんって呼んでたんだけど、でどうしても社長って呼びたくて、そう前田社長って呼んでたから尾藤さんも社長って呼びたくてリハ久しぶりに行った時、新社長新社長治りましたって言ってやっぱでも呼ばれ慣れてないらしい。ミリアムにはプロデュース公演してみたいとかあったりしますか。うん、してみたいですけどね、してみたいけどリナの名前をつけるほどリナがまた大それた人物じゃないので。そう新社長って言ってますよく。確かにシーンはどこまでつければいいんだろうね。うーん難しいな。いい時が過ぎたとしてもひどいなってきた。左目が松葉が明日松葉行ってきます。またうん、大分県警からとかの仕事、私一日警察署長やってみたいとか、一日駅長とかさ、その一日なんとかみたいな、一日警察署長やってみたいんですよね。そう、したいなって思う、いつも。でもあれ難しそうだよ、なかなかさ
お声がかかったらさありがたいけどさ、こっちからさせてくださいとか言えないしね。そうね、トリニータさんと今年なんかいろいろまたできたら、試合がでももうそろそろで始まるっけ。私は確か仕事で行けなかったけど、だよね。25か、交通安全運動から本当4月、ニータンの内臓何を言ってんですか。ニータン知らないよこんなの知らないよ。私は去年以上にね、その手でお仕事ね頑張りたいなと思ってます。てか普通にそのなんていうの、トリニータの場合は試合見るのがシンプルに好きだから、あのお仕事で行けたら絶対その日さ休みを取らなきゃ、休みじゃなかったらいけないとかないじゃん。もはやそのお仕事だからさ、応援もでき、さらに観戦もできるわけじゃん。だからねトリニータの場合はねお仕事したいんですよね。普通に試合見たいっていう、ただただ。マジでそこなんだよね。そう、一石二鳥なのよ。てんてこちゃん大好きありがとうございます。たかさん大好きありがとうございます。いやダゾーン入ってんの、入ってんだけど、そのシンプルにさ見に行く方が楽しいじゃん、それ現地の方がさ。お金もらって試合見る最悪言い方お金なんていくらもらってるか知らないよ。試合最後まで見れるときは見れます。見れないときはもう最後だけダゾーンで見てます。あ、そうよ、 DMM で見るか劇場で見るかみたいなもんよ。 DMM ももちろん素敵だけどみたいな。ダゾーン値上げしゃーなし、もそれに関してはまあ、ついでにさ、こうイベントとかもさせてもらえたら嬉しいじゃん。トリニータリッチー先輩のイオリちゃん、いやなんかさ悲しいのがさ、リッチーはさイオリと仲いいじゃんってさ、ニータンはさリノが一方的にニータンのことすごい好きじゃん。私だけいないんですよね。え、私が大分の人なんですけど私にはペアがいないんですよね。なんか悲しいよね。なんか新しいキャラクター作ろうかな。そう、なんか私だけなんか悲しいんですけど、いつもペアがいなくて、私だってみんなと遊びたいのに、なんか私だけいないんですけど遊ぶ人が。なんで、いや両方好きよ、その両方好きなんだけど、そのやっぱお互いこうペアじゃないけどいるからさ、
3月6日北九州 VS 大分チケットは2月14日あバレンタイン発売。3月6日か、どうなんだろうお仕事。でもコンサートちょい前だからな、リハーサルとか入ってきそうだもんな、そこが心配。チケット取りたいけど、なちゃん選手と仲良くなりました。選手と仲良くなるっていう言い方したらさ、絶対さファンの人の中には何人かさ嫌がるじゃん普通に。あ、そもそも喋ったことないんだよね選手の方と。まずそう、いやガチでね喋ったことがないんだよね。そもそもさイベントで行くとはいえさ、あのすれ違った時にあお疲れ様ですって言うぐらいしかないのよ本当にそれ以外マジであの知らない喋ったことで喋る機会ないだってうちらがイベントやった直後に試合だからさ、そんななんかお互い挨拶しに行く時間もないし。そうなのよ、だからね仲良くなるも何もないし接触もないんですよね普通に。その裏でなんかこう挨拶とかだからそもそもそれすらないっていう。でもあれでしょ、みんな的には逆に言うとあれでしょ、あんまそういうのない方がいいんでしょ、知らんけど、ない方がねみんな的にはなんかいろんな意味で安心するでしょでもそうね、監督とはお話ししてみたいな私。やっぱその前回の下平さん監督と話したことないから、やっぱ監督とはなんかちょっとこうお話とかはしてみたいなと思いますね。でもなんかいや別にそのさみんなが関わってほしくないじゃないけど、こうなんかなかなかこう話してやりとかこう関わりは作ってほしくないっていう気持ちはめっちゃわかるっていうか、当たりそれはそうだと思うよ。過去にやっぱいろいろこうあった方々ももちろんいますからね。なんだけど私がそこで思うのは別にその私にガチ恋であろうとそのね結構深いオタであろうと全然そこはいいんですよ、思ってくれる分。ただ例えば私がインタビューだったりとかお仕事で関わらなきゃいけなくなった時にこういやいや言われるとちょっとだるいなと思いますねそうなので、そう別に大してそんななんかそうだから別にそのそう思ってくれるのは多分心配してくれてるだろうし、全然そこはあのなんていうの、まあその嫌だなとか思う分はいいんですけど、それでなんかいや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 言われるとちょっとだるって思っちゃうのでそのお仕事はお仕事っていう風にそこはちゃんと思ってくれると嬉しいなと思いますね。かもしかもうサッカー選手になってください何々インタビューしてほしかったら。まあでもインタビューなんてねそもそもしたこともないし、する機会も今後私はあるかどうか分かんないから、そのアキさんほどそんなすごいサポーターというかすごいあれではないので。そんなねそんなインタビューなんてできるような立場じゃないのであれですけど、だからその今回私コリャモテも見に行ったからあれだったんだけど、コリャモテとかも多分結構その、まあ、男性のそのなんていうの役者さんとかももちろんいるわけだから、多分そこでちょっとこうなんていうの役としてあると思うけど、もし私が出た時にこうそれを見に来たファンの方がなんか嫌だなって思ったりとかされるのってちょっとどうなのかなってそう思っちゃうからっていうのを一人で勝手に思ってました。これは表にもし私がいつか出た場合と思って、あでもこの演技は多分ファンの人多分嫌なんだろうなみたいな、まあでも劇だから舞台だから仕方ないよなとか思いながらそう、つるちゃん頑張ってた、つるちゃんの見たかったけど見れなかったんだよ。だからつるちゃんが多分やってたのがなんていうの秋吉さんとかがやってた多分役だよね。なちゃんから見てやっぱりサッカー選手って身長とか大きい人ばっかりなの。まあそうね、私よりそれ大きい人ばっかですよね。でもそんなね言うガチだよね、あのみんなが多分思ってるほどね本当に喋ったこともないし、そもそも
近くにすら行ったことほとんどないんだよね。わかんないもん。あの菊園セレモニーの時に見たぐらい。あの距離感ぐらいよ、一番近くて。それ以外マジで廊下ですれ違うぐらいだから、横に並んで立ってるとかもないの。例えば共演者同士すごい仲良くなる、ね、まあでもね、まあ、大事なんじゃない、ギスギスした変な舞台見せられるよりはね。同じ役だけどやってること、あそうそうそう、さすがにね、まあちょっと秋吉さんの方は一応アイドルっていうのもあるからあれなんだと思うけど、ね、クリナファンの作家いないでしょ、残念ながら多分いないのよ、はい。はい、残念ながら多分ですけど、誰からもフォローされてないのでインスタおそらく選手の方誰もフォローしてくれてるので、多分私ファンなんていないと思います。誰が可愛い、うーん、リノちゃんかな、イオリちゃんかなぐらいじゃない。大分の子いるらしいよ、へえみたいな、大分の子いるんだ、あーそうなんだぐらいなんじゃない。悲しい、誰からもフォローされてないんだもん。あのイベント行きました、ありがとうございましたのストーリーにいいねすら来ないから、誰もリナのこと好きじゃないんだ、悲しい、逆に悲しい、なんか逆に悲しく、かわいそうじゃない。いいねぐらいしろよ。でもなんかこっちもこっちでさ、こうなんかいいねするのもなんか多分でもお互い思ってんじゃない、その変にいいねしちゃうとなんかこうなんだろうね、うんっていう。こっちもこっちなんか 全員フォローしたするのもなんか難しいしな、みたいな、人数多いしなとか思って、だから多分気使ってんですよお互い。逆にでも安心でしょ、それはそれで。とりあえずランキング見ますね。13位じこじこさんありがとうございます。12位ただの魚さんありがとうございます。11位せいちさんありがとうございます。11位しゅんさんありがとうございます。9位 BB さんありがとうございます。8位たかさんありがとうございます。7位 THY さんありがとうございます。6位エカさんありがとうございます。5位ベスプッチンさんありがとうございます。4位メルコさんありがとうございます。3位チョジロウさんありがとうございます。2位グッチーさんありがとうございます。10位テンテコちゃんありがとうございます。まあそんな感じですよ皆さん。私はもっともっと大分のお仕事いっぱいできたらいいなと思います。明日はオフなのよ、久しぶりに。それで爪をなんとかしないと、マジで本当に爪が真ん中でパカーンっていきそう、やばい。じゃあありがとうございました、バイバイ、おやすみなさーん。